Space Monkeys TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ。さあ今日はなんとですね、もう琵琶湖と言ったら一度は訪れたい釣り具屋さん、バスフィールドに遊びに来ています。はい、どうもです。店長さん、こんにちは。久保田です。よろしくお願いします。お宝がたくさんあるということで、ちょっといろんなものを見せてもらって、どうぞ。今日はちょっといろいろまたルアーを、買っていこうと思います。はい、お宝になるかゴミになるかは、まあ、次第でなんてこと言うんですか。よし、それではね、もう激レアな、ルアーから最新のルアーまで取り揃えております。バスフィールドをちょっと見ていこうと思います。これはアメリカンルアーとか、まあ古い系が上にあります。上と下が古い系、下が、はい、下の見えないところ、こっちの方ですね。いや、あのまずデプスのワームがめっちゃあるってところでね、もう気づいてしまったんですけど、ブルーフラット、大人気ブルーフラット 4.8 インチ、まだたくさんありますね。入荷情報出してないんです。そうなんですよね。そうなんですよね。入荷情報出してないから来た人しかこうゲットできない。 その情報。はい、まずはこれレイクポリス TL70、 これ一番最初に出たカラーなんですか。そうです、1機目の一番初めに出荷されたんです。中の玉が金ですね。バイブレーション X、 もう最近投げまくってますよ俺も。投げてますよ、まず、まあ、今日からね、要さんまた動画でお伝えします。さあこちらの方に来ました。あ、これこれ、ジャッカルばかりが目についてしまうんですけど、これ俺好きだったんだよね。これですよ、デプスのローファイ、10年前ですからですね。これはね、本当に伝説になったやつですもんね。10年は前でしょう。なんか中古屋さんとかですごいレアリティがついて、めっちゃ高く売ってたの、なんか記憶に新しいですね。買えませんでしたもんね。買えませんでした。皆さんありますからね。これはね、もうゲットした人絶対いると思うんですよ。ドッグ X シリーズめっちゃある。あ、っていうかこれやばいじゃないですか。 ZZ あるじゃないですか。あー、すげえ。俺これ現物見るの初めてですわ。ヘドンシリーズ、ヘドンファンが見るには、そのヘドンは今のヘドンじゃないんですって。おー、なるほど。今製造工場が変わってるらしくて、その変わる前のやつらしくて、かなりすごいらしいですよ。マジっすか。偽物ですね。いやでもこれはね、もうたまらんすよ、ルアーマニアには。これ開けられないやつっすね。なんかアメリカのアメコミのフィギュアをなんか集めるような感覚っすよね、こうなるとね。これは痛いと思ったら、なるべくいっぱい仕入れるようにしてます。さあ、こちらっすね。あ、ここはね、私も普段お世話になっているコーナーですね。この OSGS あるじゃないですか。これね、持ってますよ。これは持ってます。レイサムのジグとの相性がバッチリだって。あ、ちゃんとセットで置いてある、はい、やりますね店長。はい、これですね、注目するクランク、はい、Z バイト、はい、こちら Z バイトですね。 Z バイトですね。やっぱりね、バスフィールドっつったらね、この赤鬼っぽいカラー、このカラーいいですね。赤、それか自分でギルのカラー好きなんですよ、ブルーギルカラーが。名前が活かしてるんです。これなんていう名前ですか。メタルギルソリッド。買った買った、絶対買った。あー、もう持ってこ。メタルギルソリッド。名前落ちでしょ。こっちお願いします。私名前つけました。本当っすか。あー、俺マイキー160持ってた。これこれね、中地さんが琵琶湖のボート調校で、もう日が暮れるまで絶対これでするっていう動画を見て買ったんですよ。絶対これでするっつって中地さんが。お、これ最新のカラーですね、ジョイクロ。まあ限定カラーみたいですね。すごい、もうなんかサイバー系の色っすね、黒黄色で。シーバスなんかにも良さそうですけど、もちろんブラックバスでも釣れちゃうから。サイレントキラーがあって、もうサイレントキラー旧タイプです。あ、旧タイプですか。プラじゃないやつです。あ、これだ、あのなんか生めかしい素材のやつですよね。そうです。俺もこれ持ってたけどね、後輩が欲しいっつって持ってっちゃったんですよ。マイキー珍しいんですか。マイキーがある。いや今ね、結構関東の釣り具屋さんにマイキー置いてある店ってあんまないんですよ。さあ、ペラペラ系のワームを探していたところ、ちょっとヤバそうなものを見つけましたよ。これ見てください、これです、リングダディ。見てください、リングダディ。ちょっとチューブワームだと思ったんですけど、よくよく見てみたら、これハサミついてますよ。これをペラン系ワームの
もう完成形かもしれません。これもちょっと買います。これもお願いします。何年ぶりかに売る、ね、値段わからないですけど。ちょっと待ってください。白じゃなくなってきてる。すげー。ええ、これどういうことですか。これを入れると浮くと、チューブの中に入れてフローティングできるんですね。はい、やばいなこれ。発泡じゃなくなってきてる。すごー。こういうのが昔は当たり前だったんですかね。当たり前じゃないんじゃないですか。じゃないですか。特殊なんですね。特殊だと思います、マンズの。へー、珍しい。琵琶湖のヘビキャラといったらエビシャット、もう全種類全色取り揃えてます。もちろん4インチもありますね。あ、4インチもあります。これ3インチですか、今置いてあるのは。3インチです。ちょっと待ってください、気づいてしまったんですけど、これトラップですかね。 TK ツイスターバイオスが。これはもう俺が買います。僕は TK ツイスター大好き。しかもバイオス、はい、なかなかないです。そうですね、そうですね、バイオスですね。これもう7年8年もじゃないですか。ありがとうございます。今ちょっと誇りを取ってさらりと自然な感じで。さあ、そしてね、最近また店長さんが生放送、元はね動画でやっています、エビメタル、これですね。ジャミーから、ジャミーでいいですよね。そうですね、ジャミーです、ね、ジャミー、ジャミーですね、はい、ジャムミンって言っちゃうんですよね。ジャミーですから、まあ普通のサイズまで、はい、ありますね。ジュニアと、まあハンドメイドとあるんですけど。あ、これですね。これハンドメイドのやつですか。大元に。はいはいはい。手作りなんです。で、これが流儀のフックで作ったよってやつが。はい。一人じゃもう生産が間に合わないというかできないんで。わあ。流儀は手伝ってもらってるって感じですね。この冬の爆発的なしゃくり超過を。あ、そうですね。あれですよね。最近またブログを僕見たんですけど。あ、けそうです。あ、本当ですか。けそうです。釣れました。あー、こちらがクランクコーナー。得意、わ、俺もう大好きな、こう、リトルバッツとか、ワドルバッツ。これ全種類俺買ったんすよ、これ。僕ね、ジェロニも好きなんですよ。ハイブリッドクランクっつって、バルサとこれプラの融合だったんですよね。これはね、ほんと、これ回避能力めちゃくちゃ良かったっすよ。ミブロさんのクランク。最近欲しいな欲しいな思いながらも。ちょっとね、最近経費使いすぎちゃってるんでね。このチャート超かっこいい。うわ、こっちもかっこいいな。はい、決定しました。このカラーにします。やばくないっすか。もう、すっげえ、もうなんかバイクを連想させるというか、仮面ライダーがバイクに乗っているような、もうデザインっていうふうに勝手に私が言ってるだけなんですよ。じゃあこれもすいません。はい、お願いします。仮面ライダーブラック RX が好きでした。わからないっすかね。わかります。わかります。見つけちゃったよ、ジョーカー。これしかも、リペイントのやつですね、はい、あ、そうです、うちは、まあ、リペイントできる人がいて、これカワウソです。カワウソ、柴犬、とっとこハム太郎と、はい、これウサギですか。ハツカネズミ。ハツカネズミ、ことごとく違う。これはなんか日本のなんかベーススタイルのネズミっぽいですね。そうです、最後当たりました。なるほど、よかったです。はい、こんなのもあります、リペイントオリジナルから。まさかの第二クラッシュなんか。まあ、買ってもらってますし、来てもらってますし、はい、内緒です、1個だけ。わー、ですか。1個だけ出しましょうか。内緒ってもう動画で公開されちゃってね。わー、青鬼、うちのオリカーでございますけど。いいですか、一つ出してもらって。しょうがないですね。ありがとうございます。前回赤鬼買っていったんですけどね。青鬼が欲しいっつってね。ちょうど欲しかったやつ。お土産です。ありがとうございます。お邪魔しました。ありがとうございます。どうも、スマイルさん、お願いします。ありがとうございます。買いました。また今度一緒に釣りができる時を楽しみに、はい、待っていますのでって、なんか言い方がおかしいかもしれないですけど。またよろしくお願いします。はい、またでも呼び出してください。はい。じゃあ、今日はこれを早速レビューしようと思います。ありがとうございました。お疲れ様です。概要欄の方に店長さんの動画のリンク貼り付けておきますので、皆さんチェックしていてください。あれですよ、朝9時半から生放送、はい、まあ釣り行ってる時はやるんで、はい、お楽しみに。マジですか。生で釣れるかもしれない。そんな宣伝もしてもらえます。はい、もちろんです。チャンネル登録皆さんよろしくお願いします。店長さんよろしくお願いします。以上、スペースモンキーズ TV でした。